こんにちは、リセのスタッフの辻口です。今回はあると便利なチボリオーディオがテーマです。インテリアに馴染むオーディオ選びというのは意外と難しかったりします。レコードプレーヤーや大きなスピーカーというのは憧れますが、少しハードルが高く、かといってよくある無機質なスピーカーはなかなかインテリアには馴染まないものです。皆さんはチボリオーディオというブランドをご存知でしょうか？チボリのスピーカーはインテリア性に定評があり、エースホテルなど5つ星ホテルでも取り入れられ、おしゃれな人の部屋でもよく見かけたりと、知る人ぞ知るオーディオの名門です。今回はどんな場所にも取り入れやすいチボリのスピーカーを2種類、それぞれの特徴を交えながらご紹介したいと思います。モデル 1BT は長く愛されてきたデザインのチボリの代表的なスピーカーの一つです。家具にも使われる天然木の突き板で作られた筐体には温かみがあり、クラシカルな佇まいがとても素敵です。モデル1にはラジオ機能が搭載されているのが特徴の一つで、つまみには程よい重みがあり、意味もなく触りたくなるような心地よさがあります。ラジオアプリにはないアナログラジオのちょっとした操作の手間やノイズ感がかえって魅力的です。もちろんラジオだけでなく Bluetooth の無線接続でスマホや PC から音楽を流したり、 Bluetooth が使えないデバイスでもケーブルで有線接続して再生することができます。作業のお供にはラジオや BGM が欲しくなるものです。書斎でのデスクワークやキッチンでのお料理など、モデル 1BT ならどんなシーンでもおしゃれに便利に馴染んでくれます。リバイブはオブジェのような美しい佇まいが魅力的なスピーカーです。モデル1と同じ天然木が使われていて、モダンになりすぎず優しいぬくもりを感じます。リバイブにも Bluetooth が搭載されているので、無線で簡単に音楽を再生することができます。もちろん有線での接続も可能です。リバイブの特徴の一つは上部に備えられたライトです。ライトは3段階に調光が可能です。天井や壁に反射して心地よく空間を照らしてくれます。一番明るくすると読書灯として使えるくらいの明るさがあります。もう一つの特徴は Qi という無接点充電の機能です。対応しているスマートフォンなら置くだけで充電することができます。うとうとと眠たい時にスマートフォンをケーブルに挿す手間がなくなるのは地味に嬉しいポイントです。 USB ポートもしっかりついているので、 Qi に対応していないスマートフォンや2台同時に充電したい時にも活躍してくれます。これらの機能は寝室での時間を快適にという思いから搭載されています。ベッドサイドで必要なものをリバイブでまとめてみるとすっきりとしていいかもしれません。もちろん来客のあるダイニングやくつろぎたいリビングなど、音と光でどんな場所でも安らぎを届けてくれます。チボリの2種類のスピーカー、いかがでしたでしょうか？おしゃれも便利も叶えたい方に自信を持っておすすめできるオーディオです。気になる方は右上のマークか概要欄から商品ページをチェックしてみてください。